中華民国議者がし集賞とは、中華民国交通部が発行している運転免許で、正式名称を中華民国交通部制発記者がし集賞という、道路交通安全規則第53条により、以下の15種類が定められている。2010年7月より、中華民国議者がし集賞の正面は、以下の形式となっている。裏側は取得者の記載欄となっている。また、 年月うぴは民国期限で表記されている。各県市公路管理機関の規定により、普通菓子収賞は満18歳で取得できるが、大型絵型記者菓子収賞は満20歳である。年齢に制限はない。筆記試験と路上試験合格後に発行される。有効期間は75歳の誕生日。職業菓子収賞は普通菓子収賞取得5万3。 1>, 1ヶ月以上で、満20歳で取得できるが、満65歳以上は取得できない。小型車が刺繍症保持者は、軽型機車、消火車、代用焼却車、焼却火療養車が運転できる。代客車が刺繍症保持者は、代用代客車、代貨車、代客火療養車、永飲車、及びその他焼却車が省で運転できる車両が、運転できる。貫血車が死終症保持者は、 すべての牽引車両が運転できる。台湾の国際運転免許証は、いわゆる台湾問題、一つの中国の影響から、原則的に海外で使用することはできない。ただし、二国間協定を結んでいる国においては、相互使用が認められている。日体間においては、双方の運転免許と翻訳文で2008年10月1日より1年間は、運転可能となった。 ありがとうございます。